こんにちは。ブロガーで作家のハーチューです。今日は朝の過ごし方についてお話ししたいと思います。私が朝の過ごし方をいろいろ研究した結果なんですけど、研究した結果、朝から頑張りすぎるとマジで疲れるっていう結論になったんですね。で、朝活っていう言葉がありますけど、朝早く起きた上に会社に行く前にやたら活発に活動すると、その後の通勤とか労働のための体力が残らないんですよ。まあ、それはもしかしたら私が体力がないからかもしれないですけど、そもそも子供がいたりとかすると、物事が計画的に進むことの方が少ないので、まあ、子供の方がね、朝早く起きちゃったりとかして、朝活するつもりが子供の世話して終わっちゃったりとかするんですよね。で、そうすると何が起こるかというと、挫折感を味わうんですよ。だからあんまりあれやろうこれやろうって欲張ってしまうと、できなかった時に朝の一日の始まりからものすごい挫折感を味わってしまうので、私は朝は頑張っちゃダメだと思います。でもハードルを低く低く最低限に下げて、で、できなかったことよりもこれができたっていう風にできたことにフォーカスできるような予定組みをした方が絶対に心にとっていいと思います。で、そんなわけで私は、まあ、ストイックな朝活ではなくてゆる朝活をここで提案したいと思ってます。まあ、考え方としては、朝活っていう言葉だと朝からかなり本気出してる感があるので、そして頑張るみたいなイメージになっちゃうので、朝を活発に過ごすっていうのではなくて、朝を整えるっていう言葉を提案していきたいと思ってます。でね、朝って当たり前ですけど、毎日のことなので、毎日あることなので、まずは毎日続けることを最優先してください。いい習慣でも続けないと意味がないから、だから、まあ、朝を特別な時間にしない。そして無理なく続けられることをする。そのためには頑張っちゃダメっていうこと、頑張るの禁止です。では頑張らずに朝を整えるために何がいいかというと、おすすめが3つあります。で、まず1つ目はもう基本中の基本で、なんかわざわざ言うほどのことでもないんですけど、起きたら空気を入れ替えるですね。これも当たり前のことといえば当たり前のことなんですけど、寝室もうリビングも全部屋の窓という窓をちゃんと開けて空気を入れ替えましょう。で、特に寝室は空気の入れ替えがすごく大事で、空気を入れ替えることによって快適な睡眠を得られるらしいので、私は1日に 2,3 回絶対に空気を入れ替えるようにしてます。本当にね、こまめに空気を入れ替えることで、特に今はコロナの対策にもなるので、新鮮な空気を部屋に入れる習慣っていうのを持ちましょう。ね、すごい簡単じゃないですか。めちゃめちゃやっぱりハードルの低いね、朝の整え方なので、まず1つ目は空気を入れ替えるです。で、2つ目は、これはちょっとハードル少し高くなるかもしれないですけど、さっきの空気を入れ替えるには、日記の時間を取るですね。でもこれも意識すればそこまで難しいことではなくて、頭の中にある感情だったり、モヤモヤしたことややらなくちゃいけないことっていうのを紙の上に書き出して、頭の中を整理する時間をぜひ作ってください。これは簡単なことで、こんなことやって何かの意味あるのかなって思うかもしれないぐらい簡単なことなんですけど、真面目にやると本当に効果があります。これは結構いろんな自己啓発系の YouTuber さんだったり、自己啓発の本の著者さんも言ってるんですけど、やっぱり書くことにはすごい力があるんですよね。で、ジュリア・キャメロンさんっていう方の書いたベストセラーで、ずっとやりたかったことをやりなさいっていう本があるんですね。この本読んだことがない人は必ず読んでほしいぐらい、もう私の中のおすすめ中のおすすめなんですけど、この中でモーニングページっていう習慣が提案されてます。結構自己啓発本とか好きな人はモーニングページっていう言葉はもうすでにご存知かもしれないですけど、それは少し早起きして朝に30分心に浮かぶことをひたすらノートに3ページ分書き出そうっていう提案です。もうとにかく3ページ絶対に埋める、30分やりきるって思いながら無理やり書くことによって脳のこう排水ができるみたいなことをその本の中では言ってるんですね。で、そしてこうやって生み出された文章を改めて見てみると、自分のやりたいことだったりビジネスのヒントがあるんだよっていう考え方です。で、ちょっとスピリチュアルに感じる人もいるかもしれないんですけど、これやると本当に頭の中がすっきりするので、騙されたと思ってやってみると、本当に人生が変わると思います。ただまあ私自身は朝に30分撮るのって結構きついなって思ってるので、なのでまあ5分とか10分とか自分なりにアレンジしてみていいかもしれません。とにかくこうやってね、日常に
頭の中の整理の時間を組み込むっていうことが何より大事だと思いますね。そして最後の3つ目はお散歩です。私の場合は自宅で仕事をすることが多いので、散歩の時間をちゃんと取ってるんですけど、通勤時間がある人っていうのは通勤がお散歩の役割を持ってくれるかもしれないので、通勤兼お散歩とかでもいいと思います。子供がいる人は子供と一緒に近所一周とかコンビニまで行くとか、まあ、そんな簡単な感じでもいいかもしれないですね。とにかく一回外に出るっていうことが、私は体とか脳を動かし始めるスイッチになるなというふうに思ってるので、朝の空気を吸って季節だったり天気を感じて、で音楽を聴いたり会話したりしながら適度に体を動かす、そしてなんか道端の草とかお花とかに癒されたりしながら、ちょっとぼーっとした時間とかも持ってみる、そんなお散歩の時間があるとすごくいいと思います。私は雨の日は無理にお散歩はしないんですけど、晴れた日とかは気持ちがいいので息子といつもお散歩してます。で、大体息子はこう抱っこしてしばらく歩くと、多分外の風と揺れるのが気持ちいいのか、コテンって寝ちゃうんですね。その寝てからが私のお勉強タイムになっていて、AirPods でいろいろなんかボイシーだったり YouTube とかで、耳学習をしています。そんな感じで私は腹筋だったり腕立てだったりランニングとかの特別な運動とかストイックな疲れることは何にもしないんですけど、朝にこの3つを心がけるだけでかなり人生の幸福度が上がりました。もう朝活とも言えないですけど、朝を整えるっていう気持ちで自分では取り組んでます。で、これをやっていることによって、午前中の生産性がすごく上がって有効活用できるようになったと思うので、もしよかったらぜひ真似してみてください。もう3つもやるのハードルが高いなっていうふうに思う方は 1,2,3 番の順でまず空気を入れ替えるっていうのを絶対毎日やるようにする。そしてそれが完全にできるようになったら、じゃあ次は朝5分でいいから日記の時間を取る。そして3つ目に、お散歩をちょっとだけしてみる。こんな感じで、取り組んでみてください。ポイントは朝に頑張ろうとか朝活するぞって気負わずに朝を整えるぞっていうふうに軽やかに思うことですね。はい、というわけで今日はこの辺で終わります。ぜひ朝の整える習慣をつけてみてください。ではではまた。